ナです。今日は、お友達と一緒に国内旅行に行きますので、そちらのパッキング動画をお送りしていきたいと思います。最近買って良かったものだったりとか、スキンケアもちょっと今回は一軍を全部持っていこうと思って詰めましたので、ちょっとそちらも紹介しながらやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、どうしよう、何から紹介しようかな。じゃあまずお洋服から。今回は名古屋に行くんですね。友達が結婚して名古屋に行ったので、友達に会いにっていうか、名古屋だったりとか、三重とかその辺にみんなで車で移動したりとかしようみたいな感じの、ちょっとゆるっとした国内旅行になっています。すごい楽しみなんですけど、サハラのシャツを買いましたので、これを持っていきます。これちょうど今日届いたんですけど、すごい可愛いんです。ほら、ふわふわのシャツで、まあ、ちょっとね、生地が薄手なので、まあ、中にね、あのヒートテックとか、ちょっと薄手のニットとかの羽織として使っても可愛いんじゃないかなと思って買ったんですけど、基本的に今回はまあ車移動がメインなので、これの中にちょっとインナー着ればそんなに寒くないんじゃないかなと思って、これをちょっと持っていきたいなと思って入れます。サハラすごいお洋服可愛いのがいっぱいあって大好きなんですけど、皆さんももしかしたら SNS の広告とかで、インスタとかの広告とかで見たことあるかもしれないんですが、ぜひちょっとチェックしてみてください。で、下に履くのがこのユニクロの、間違えた、 GU のパンツを持っていきます。ちょっとあの旅行直前まで洋服は悩みそうな感じもありますが、一旦ちょっとこの緩めの上下で入れて検討会をしたいと思いますが、はい、服はこのジェラピケ買った時に必ずついてくるこの巾着みたいのにこうやって入れて毎回持って行っております。こちらですね。で、インナー系もまとめて、靴下、あとインナーとかは全部まとめてるんですけど、今回の宿泊するホテルは全部のアメニティ類がひしぎ揃っていて、パジャマとかもあっちにあるみたいなので、パジャマ持っていかないんですけど、パジャマもさ、どういうパジャマか言ってみないとわからないじゃないですか。なのでちょっとその中に着る肌着とか、そういうのあったかいの持っていこうって思っていつも持っていくんですけど、今回のそのインナー、これちょっと新しく買ってまだ履いてないんですが、無印良品のニットのオーバーパンツを持っていきます。こういうちょっと伸縮性があるもので、これがすごくあの暖かくておすすめですっていう感じで、こんだけねリブも大きいですし、お腹もすっぽりなので、これがあれば寝てるときお腹が冷えるという心配はないんじゃないでしょうか。なのでこれを必ず持っていこうと思って、これとあと上のタンクトップもセットアップであるんですけど、一緒にどっちも持っていこうと思います。そのなんか上のタンクトップはカップ付きなので、あの何、ナイトブラ的な感じで夜も使えるので、あ、これセットで持っていけば絶対大丈夫じゃんと思って持っていきます。今洗濯しちゃっててちょっとあれなんですけど、ヒートテック靴下、ちょっとモコモコ系の靴下を一足、あのインナー系として入れようかなって思っています。そのシャンプーとかも一式ついてるので、シャンプーとかは持っていかないんですけど、ヘアセットとかする時用にケープのフォーアクティブのミニミニ缶、あとこれ白のモイスチャーリッチクリーム、シアバタークリームと、あとこれ前紹介したスマトナっていうあのヘアアイロン、これを持っていきます。すごいコンパクトじゃない、ヘアセット系急にコンパクトなんですけど、まあ、これはみんなも知っているケープなので、まあ、それのすごいちっちゃいサイズで、ポーチとかにも入りやすいので、このサイズがすごく好きで最近使っています。あ、これ視聴者さんからいただいたポーチで持っていこうかな。じゃあせっかくなので、白のシアバタークリームはこう手で溶かすとオイルになるんですね、シアバターなので。なのでお風呂上がりとかに、髪の毛乾かす前、
ヘアオイル代わりとして、本当はねボトルで持ってきたいんですけど、今使ってるやつがすごい大きいんですね、ボトルが。なのでちょっと重いかなと思って、ちょっとこのクリームタイプだったら軽いし持ち運びにもいいので、今回はこれを持っていきます。これ結構全身に使えるのでおすすめです。でこれはヘア色、多分皆さん気になると思うんですけど、前にバッグの中身紹介でも紹介したヘアアイロンで、こんな感じでここの間に髪の毛をプレートがついてるので、こうやって髪の毛を挟んでこういう感じで使うヘアアイロンです。温度もマックスで190度まで出るのですごいおすすめなんですけど、前髪とかだけだし、こんな大きいアイロン持ってかなくてもいいやって感じだったので、これだけ持っていって使おうかなと思います。バッグとかにも入るので、旅行中とかちょっと写真撮るときとか、髪型とか前髪気になるなとかいうときもこれあるとすぐ使えるので、そういうときにもおすすめです。あ、見て、ほらちょうど入った、いい感じです、ありがとうございます。そしてですね、スキンケアはここに全部入ってるんですけど、無印のポーチなんですけど、コンパクトになってちょうどいいので、ちょっとこれ一個一個紹介していこうと思うんですけど、今回は私の大好きなユイクのスキンケアを一式全部まるっと持っていこうと思います。まずこちらのクレンジングがユイクのクレンジングバームなんですけど、これ私本当に大好きで5個目ですね。もう5個目ももう使い終わりそうな勢いなんですけど、しっかりメイクも落としてくれるのに洗い上がりしっとりなのでとってもおすすめです。洗顔がこちらのユイクのクレンジングフォームを持っていきます。こちらもすごく洗い上がりが滑らかで突っ張らなくって好きなんですけど、毛穴の老廃物もしっかり洗い流してくれて、もう何より弱酸性でお肌にすごい優しいんですね。悪玉菌をこう抑制してお肌にしっかり潤いを与えてくれる洗顔フォームになっています。で、化粧水はこちらのバイオームバリアトナーを持っていきます。これと一緒にいつも使っているこのクリームミストもダブルで今回はちょっと持っていこうと思うんですけど、こちらの化粧水は角質、美白、保湿、スリーウェイの万能な化粧水なんですけど、かなりテクスチャーがとろっとしているので今の季節にぴったりな化粧水になっています。ユイクが独自開発した成分のキューティーバイオームっていうのも入っているので、お肌の調子もかなり整えてくれます。で、私すっごい秋花粉で肌荒れすごいしてたんですけど、ユイクの化粧水のおかげで少しずつ落ち着いてきました。ちょっと肌荒れしてる時とかも成分がかなり優しくできているので、全然こう染みたりとか肌荒れ余計しちゃったりとかっていうことがないので、本当にありがたい助かっています。ユイクのアイテム一式で、なんかボトルでねこの持ってかなくてもいいじゃんって思うかもしれないんですけど、ちょっと今回ね友達とスキンケアこうみんなでお互いいろいろ試してみようみたいな話もしてたので、ちょっとこれを私は今回ユイクのアイテムをいろいろ持ってってみんなにちょっとずつ使ってもらおうかなって思ったので、これ丸々持ってきますはい、そしてこちらのバイオームバリアクリームミスト、もうこれ何回紹介したって感じなんですけど、これも本当にお気に入りでお風呂上がりすぐ上がりました。でしっかり保湿する前のバーって保湿したい時に顔にもあと体全身に使えますし、パフにこうやってつけてそのパフをちょっと湿った状態でファンデーションとか叩くとよりこうしっかりこう密着してくれるので、そういう使い方もできますし、結構保湿強化をしてくれるようなミストなので化粧崩れがしづらくなってとってもおすすめです。クリームとこれ今ちょっと私が喋りながら混ぜちゃってるのであれなんですけど、クリームと2層になっているので、僕しっかり振って顔とか体に使っているんですけど、こちらもそのユイク独自成分のキューティーバイオームっていう成分が入っているんですけど、敏感肌の方にもすごくおすすめなミストになっています。今年使ったアイテムの中のトップ5に入るミストです。それくらいちょっと推してますね、このクリームミスト。ぜひぜひちょっと使ってみてください。
そしてこちらのフェイスパックどんだけいろいろ持ってくんだよって感じなんですけど、4枚友達と自分も合わせて4人なので4枚持っていきます。バイオームバリアシートマスクっていうパックなんですけど、これすっごいパック迷子っていうか、もうパックいろいろ使いすぎて次何使おうかなって思ってる方はぜひちょっと使ってみてほしいんですけど、これも私リアルに3箱目だと思います。めちゃくちゃ使ってますね。本当にお家に常にストックで常備しているって感じなんですけど、シート自体がこうビーガン認証を得ているシートなんですけど、すっごいもちもちのシートなんですね。なのでお肌に結構ピタッと密着してくれて、そのお肌が喜ぶ成分がたっぷり入っているので、つけ終わった後すっごいもうプリップリになってます。お肌がぜひぜひちょっとこれも使ってほしい。このマスクこれ使うとね、ちょっとね、他のなんかすぐ破れちゃうようなパック使えないぐらいちょっと贅沢感が味わえるシートマスクです。これちょっとね、友達にご利用ししたいので1人1枚こうやって配り用で持っていきます。はい、そしてこちらもよく紹介するビタシーダークスポットセラムです。くすみとかクマとかシワとか、もうちょっとそういうのにかなり特化した美容液になっているので、ナイアシアミドとか、独自成分も入っているんですけど、ちょっとトラブルが起きやすいお肌の方にも安心して使っていただける美容液なので、私もこれすごいお気に入りで使っています。顔も使うし、あとなんかね、首とかこの辺とかも乾燥するじゃないですか。その辺までバーって塗っちゃって使っています。これもすごくいいんですよ。そして最後がこちらのバイオームパンテンシブクリーム。これもう使いすぎてもないんですけど、ほとんど今回の旅行で最後のこの一絞りなんじゃないかなって思っちゃうぐらいなんですけど、これすごい万能なクリームで、朝も夜もこれがあれば本当に安心っていうクリームなんですけど、さっき紹介したそのキューティーバイオームっていう独自成分が 40% も入ったすごい贅沢なクリームです。でノンコメドジェニックなので、ニキビができやすい方とかにもすごいおすすめしたいですし、暖房とかで乾燥しやすかったりする方にも、もうこれ塗るともう完璧な、もう鉄壁なお肌作ってくれるので、乾燥しやすい方にもおすすめしたいクリームです。テクスチャーも結構ベタベタしないのに、こうしっかり膜を張ってくれるような感じのクリームなので、すごい保湿クリームとしてかなり優秀なクリームになっています。これね、ちょっと私今回の目代わりで欲しいんですよね。このないからちょっと困る今クリームこれなくなっちゃったどうしようって感じなんですけど、ちょっとこれも追加でね買おうかなと思っているクリームです。荷物をねすごい軽く済ませたい方は、今紹介したパンテンシブクリームとクリームミストがあれば乗り切れちゃうぐらいかなり万能な2つなので、はい、私みたいにね全部ちょっと持っていくのめんどくさいなっていう方は、この2つだけでしっかり保湿もしてくれるし、優秀なので毎日の日頃のスキンケアだったりとか、あと旅行のお供にちょっとぜひおすすめしたいなと思って紹介させていただきました。これに全部収まってます。そんなになんかいろいろ持っていくものないんですが、これもユイクのトーンアップクリーム、これがあればベース、あとコンシーラー塗れば完成するのですごいおすすめです。ヘアアイロンも入れたし、あとはガジェット系かな、これも無印良品のポーチでこれぐらいバーって開くのですごくおすすめです。この中に携帯の充電器と、あとここに入れるのどうなんだろうって思いつつ、アクセサリー巾着、ヘアゴムとか、あとはピアス、今つけてるアレッタっていうところのピアスを最近毎日つけてるので、ピアスとか指輪とかもうここに一緒に入れてガジェットポーチに入れます。なんかね、メイクポーチにとかに一緒に入れとくとちょっと汚れちゃうので、ガジェットポーチここの方がなんかポーチ自体のさ作りがすごいしっかりしてるから絶対になんか壊れたりとかはしないので、最近はこのポーチに一緒に入れることが多いです。あとハンカチの替え、最近薄いのが好きなので、これは多分視聴者さんにいただいたものなんですが、薄めのハンカチを
持っていきます。このバッグかさばらなくてすごいいいです。あとは何だろう、すごいなんか心配になってきた。マメダさんこれ入れてないですよっていうのがあったら、ちょっとこの動画上げる頃はまだ多分いかない、行ってないと思うので、ぜひちょっとコメント欄で教えていただきたいのですが、あと最近お気に入りでよくつけてるモスコットのメガネも持っていきます。あとはバッグに免許証が入っていれば。今日は私の1泊2日の国内旅行のパッキングの様子をちょっと紹介させていただきました。今日ね、途中で紹介したゆいくのアイテムなんですけど、今回の目代わりでゆいくオアシス肌セットとしてセット購入をすることができます。まず今日紹介した、このクレンジングフォームとバリアトナー化粧水ですね、クリームミスト、あとシートマスク、これね、今ここに4枚あるんですけど、5個セットのものがあります。ここ5枚セットになっています。のダークスポットセラムとファンテンシブクリーム、これが全部セットになっていて、価格がですね、なんと5834円。ちょっと大丈夫なんですかっていうぐらいお安くなっているんですけど、ちょっと破格すぎて私もびっくりしちゃったんですけど、これ全部セットになって5834円だそうです。じゃあ私も買いますよ。これセットも美味しい、すごい豪華なセットになっています。すごいですね、全部入ってるんでしょ。これオアシス感じれるんじゃない、これ全部使ったらって思うんですけど、ぜひゆいくんのオアシス肌セット、下の概要欄にも詳細がありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。私もちょっとこのセット買おうと思います。だってクリームを単体でさ買うよりさ、これ全部一緒に買っちゃった方が全然お得じゃない、なんか計算したら。もうどういう計算になっているのかちょっともう心配になっちゃうぐらい安いんですけれども、ちょっとパッキングで皆さんこれ入れ忘れてるんじゃないですかっていうのがあったら、ちょっとコメント欄でそちらも教えてください。はい、以上マミナでした。バイバーイ。